はいどうも、シューティービーでーす。どうも、シューチャルです。お願いしまーす。というわけで本日は、まあ石川キャッチャーなんで、はい、キャッチングを教えてもらおうと思います。はいはい。で、今回ね、淵本くんっていうね、相棒も来てるんで、相棒と僕が石川くんに教わったキャッチング方法を実際にやって評価してもらおうかなっていうところで。わかりました。まず最初に石川くんからキャッチングこう取ったらいいよっていうさ、低め取るときはこうがいいよ、この両サイド取るときどう取ったらいいよとかさ、ランナーいるときいないときとかあるじゃないですか。はい、高めとかね、もう取り方を、教えてもらおうと思います。はい、はい、それでは行きます。はい、はいはい、ではまずですね、はい、キャッチングに関してお聞きしたいんですけども、はい、まあ単刀直入にミット動かす人、動かさない人、これの論議すごい難しい語ったら長くなっちゃうんです。僕は、まあ、臨機応変にっていうのが一番正しいかもしれないです。なるほどなるほど。基本的にミット動かすと審判嫌なんですよ。うん、だって無理やり見せてるようにしてるから、まあ、けど動かした方が楽に取れるんで綺麗に取れるんですよ。なるほどなるほど、はい、あやっぱこうなんかさ、体をこう脱力した状態でペッていった方がいいよね。そうです、うん、そうです。いきなりこうガーガーンよりね、はい、よりパッの方がいいんで、まあそれは使い分けてます。本当にストライク欲しい時はもうここでここでここでってやったり。なるほど。あんまカウント関係ない時とかは綺麗にその審判の好印象にするためにっていう感じになってます。なるほど、はい、ピッチャーが投げる時ってさ、はい、グローブ一回落としますか落としませんか。僕結構落としてると思います。落としてる、はい、おお、はい、落とし派です。それも脱力。はい、脱力意識です。これはなるほど。じゃあまずちょっとじゃあ座ってもらって、はい、まず正面普通に来るじゃないですか、はい、もう右膝ぐらいに。はい、右膝来ました。ここだったらもうこう、正面だったら、まあ、癖でこう動かしてほしいんですけど、基本的にはもうこんぐらいだと思います。なるほどなるほど。じゃあ反対側左膝の方、こっちだったら、まあ、こう構えてたらこう。あそっち系か。これ難しくて、僕の場合体の中に収まってるのはグローブ横で使ってます。なるほどなるほどなるほど。これ審判がどうしてもこうやると寄せたって見せやすがちなんで、うん、もう体の中はもうなるべく横、全部横取りで取る。なるほどなるほど。けど体の外をオーバーしたら取らなきゃいけないんで、だこっち構えてて逆球だったら僕はもうこうやって。あーなるほどなるほど。体の外はこうやって寄せていくけど体の中は全部横取り。なるほどね。ストライク見せたい。じゃあ低めは、低め一回落とすんで、うん、まあ下からな、すくい上げじゃないですけど。なるほどなるほど。けどこれ気をつけた方がいいのは、取る位置が最終終着点でボールを取る。なるほどなるほど。来てるとこに取る。これこのすくい上げて、その取ってからすくい上げるんじゃなくて最終終着点で取る。なるほど。超むずい。それむずくない？ボールがどう来るかっていうのがこう分かってないと無理だよね。まあ、基本キャッチャーサイン出してるんで、うん、でピッチャーの曲がり幅が分かるんで、どんぐらいに曲がるか予想して持ってくる。うまい子供の動画とか逆に見てほしいんですけど、時々上がってるやつ、子供ってやっぱ単純なんで外からこうやって持ってくると脱力してるからうまく取れるんですよ。へえ。結構きっかけ子供です。子供のキャッチング見て、あ、こっちの方がうまく取れるかと思ったのが最初です。マジか。大人から子供まで学ぶべきものは全部ある。すごいな。みんなから学ぶべき。なるほどね。じゃあこれちょっとやってこようかな。まあフッチーも来てもらって、はい、フッチーね、よろしく。よろしくお願いします。はい、じゃあというわけでね、この3人でとりあえずキャッチングしていこう。はい、はい、やっていこう。ああ。いいよ。あれで、甘いの高いんじゃない？甘い高いです。どう？ミットの位置が高いから。はい、はい、僕は肘か曲げとくタイプ。なるべくか、リラックスする位置が曲げるんじゃなくてリラックスする位置で、まあ、胸はどっちでもいいです。逆にこういうのがそう、だからちょっと丸めるぐらいでもキャッチャーは別になんかそれはもう人の好みです。僕はちょっと丸めるぐらいでなるべく低めもらいたい。おーおー、あれあ、今の一個共通しているのは、ピッチャーにボールを見えるように取ってあげるといいキャッチになる。半個分でもいいから見えるように取ってあげる。そうそう、今の見えてる。で、腕はリラックスしたい。あ、そう、あ、今の
おお、いいよいいよ。いいやいいや。球がいい。ああああボール。今ほ見えてたけど。すごいボール。はい。おおいい今のうまい。今の。今の。一個大事だったし今す。これストライクゾーンこう。ストライクゾーンこうやってあって。全部外側からやっぱ寄せるような意識が大事。そうしちゃうと無理やり見えるけど、意識だけでも外から内に全部。だ高めは落とす、低めは上げる。まあこれやっちゃいけないんだけど、意識だけするとだいぶキャッチングになる。今のもこう、外から持って気持ちだけで変わる。あ、でもそう、今のは意識働いてるから止まった。あ、でも今の違ったの分かります。今そう、下からこう来てる。おお、これなの。楽しい。これが、そう、安定してくるとめちゃくちゃ良く、今のはダメだ。今のはダメ。ほぼ力入ってないぐらいのがキャッチングよく見える。なんで体の範囲内で収まってる球はしっかり、ちょっと曲がってた。はい、カットボールがすごいってる。体の中のボールはもう収める、収める。いい、ここもなんか審判によって変えてますね。その今日はここストライク取ってくれるからここ止めようとか。あ、いい感じ出てるけどね。あ、でも演技力も大事ですからね。あ、そうだそうだ、僕ちゃんと取ってますけど。あーしゃ ー、音がいいよ。音いい。あ、ナイス音。音もいいし、おーい、めっちゃいい。どうこれ、これ、これ、これしたい、これしたい。あ、いい、ナイスキャッチ。あ、オッケー。ナイスキャッチ。いいんじゃない？今はよかった。はい。ナイスキャッチ。あ、ナイスキャッチ。うまい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すげえ勉強になったわ。ストライクゾーンの中にこうね、入れると大事だし、こう審判さんにも気を使わなきゃいけないし、ピッチャーにも気を使わなきゃいけないし、そう、チームにも気を使わなきゃいけないし、もうすごい大変な守備位置だと思います。でもすごいやりがいのあるキャッチャーなので、ぜひともキャッチャー興味がある方は挑戦してみてください。はい、はい、というわけで石川くんの SNS 等は動画の概要欄貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。